こんにちは。今日の切り抜きニュースは、現在ですね、我々国政政党政治家女子48とはですね、代表権争いをしているところでございます。代表が斉藤健一郎参議院議員か、あるいは大津彩香さんかということで、大津彩香さんの方はですね、自身が代表になったということで、ある意味その権利を振りかざして我々に迷惑をかけている、強いてはですね、多くの日本国民に迷惑をかけている状態と言っていいのではないかと思います。大津彩香さんが引き起こしていると言っても過言ではないですね。この事件に関しては、私はですね、令和の大津事件と呼んでいいのではないかということをですね、以前から、申し上げております。現在ですね、大津彩香さん、私が党の代表だとね、主張されておられるんですけれど、まずそもそもですね、大津彩香さんが党代表に一時的にも就任したのは、もうつい最近のことなんですね。我々の活動に加わったのもですね、つい最近のことで、少なくともね、今年に入ってから、みたいなタイムスパンであるということでございます。我々はですね、2013年からですね、NHK から国民を守る党としてね、立花党首が、中心となって、活動を進めてきたわけでございます。2016年にね、東京都知事選挙に、立候補されてですね、あとはその後、着々とね、地方議会で少しずつ議席を増やして、2019年の統一地方選挙で、一気にね、議席を増やして、その同じ年の2019年の7月の、参議院選挙で、立花孝志党首がですね、参議院議員となり、その数ヶ月後にですね、参議院の埼玉補欠選挙があって、立花党首がそちらに立候補したので、自動失職になって私がね、繰り上げ当選となったということでございます。ガーシー議員がですね、党員すると言ってたのにもかかわらず、党員して陳謝するということを言ってたにもかかわらず、党員しなかったことをある意味ですね、謝罪の意味を込めて、立花党首が、党首を辞任されて、大津彩香さんに党首になってもらったということでございます。そもそもですね、それまで国政政党になるまでの過程とかいうことに関しては、大津彩香さん、関わってきておりません。つまりですね、ある意味、棚ぼたでですね、努力もせずに得た権利をですね、不当に行使していると言っても過言ではないと、いうことでございます。で、大津彩香さんがですね、代表権を主張する、根拠の一つにですね、党の不正な会計を明るみにすると言われておりまして、党の代表でなければ、そういう権限がなければ、党の不正な会計というのは明るみにできないのだとおっしゃっているわけ。この考え自体がですね、ちょっとおかしいなと。必ずしも党首でなくてもね、いいわけでありますし、日本にはですね、いろんなね、検査機関があるわけでございます。本当にね、不正があると、そういうのであればですね、検察なり警察なりにしっかり証拠を、突きつけて、調査をしてもらえばいいというわけでもございます。今も代表であるということをおっしゃっておられながらですね、この不正な会計というのがまだ明らかにね、なっておりません。これに関してはですね、もう調査能力自体を疑わざるを得ないと言ってもいいのではないでしょうか。基本的にはもうね、努力せずに得た権利を、権利であるということね、現状党首をね、辞任されておりますけれど、そして、不正な会計に関してはね、いつまで経っても明るく身になっておりません。調査の過程とかそういうこともね、おそらく発表されてないんじゃないかなとは思うんですよね。ということで、私の方から2点お伝えをさせていただきました。大津彩香は本当にヤバい人物だと思います。大津彩香は正義感ではなく支援で動いています。平気で嘘をつくし、そもそも人としてどうなんでしょう。それではご視聴ありがとうございました。多くの皆さんが受信料を不払いすることによって NHK をぶっ壊す。